장옥에게는 소중한 일을 잃는 고통보다 더 큰 고통이 따를 것이다. 장옥에겐 환수의 힘이 있지. 맘만 먹으면 그 몸에 들어있는 진부연의 혼을 쫓아내고 낙수의 혼을 남길 수도 있다. 그건 해선 안 되는 환원술과 같은 거 아닙니까? 그러니까 고통이라는 거다. 살릴 수 있는데도 살릴 수 없는 고통. いよいよですね皆さん、あと3日でもう冠婚パート2も最終話を迎えると終わりますね。まああっという間なんですが、まあ今のところね、ちょっと悲しいサードエンディングを予想してる方々も結構多いと思うので、8話をねみんなで振り返ってハッピーエンドを予想しましょうっていう動画でございます。なのでぜひ最後までご覧ください。イー先生がね話してましたね。イー先生はね、なんかこうサッカーの本姉妹のなんか代理人みたいな今感じになってますね。本姉妹はサッカーが言いたいことを代弁して言ってくれてると。まあ本姉妹は何て言ってるかというと、チャオゲゲの소중한일에있는고통보다더큰고통이따를것이다っていうね、ことを言ってたので、我々はどうしてもサードエンディングを予想してしまってました。僕には大切な人を失う辛さよりもっと辛いことが起きるだろうと言ってますからね言ってますから、いやこれはサードエンディングじゃないかなとね予想してたわけなんですが、その理由はですね、チャンオクはファンスの力を持ってるので、マンマンモグミャンクモメトロイヌンチンブヨネホヌンチョチャネコナクスイホヌンナムギスルイッタって言いましたね。選択肢を持ってるわけなんですよ、チャンオクには。だけどね、やっぱ真面目なうちのサイルはですね、クゴンヘソのアンデヌンハオンスガハトンゴアニミカと、やってはいけませんよねと念押しをしてくれてるんですよ。ということで、じゃあやっちゃいけないことですと。つまりは、人部用、まあ人部用というか、ナクスは消えてしまうことしかないという結論に我々は至ったわけなんですよ。しかもね、ここでイー先生がとどめを刺すんですよね。クロニカ・コトンイラのこと。サリスイヌンデド、サリスオムヌン・コトンと。ね。だから、苦痛と言ってると。助けることができるのに助けてはいけない辛さがあるよと。こんだけ言われたらね、誰もが、これサードエンディングだなと。チャンオクは、まあ、今のチンブヨンがナクスであることを知って、で、助けなきゃって思いながらも、だけどそれは観光術のようなやってはいけないものなので、助けてはいけないっていうことを考えると、まあみんながね、想像できるように辛いじゃないですか。だから、これはサードエンディングだなと。ハッピーエンドにはならないんじゃないのっていう、ね、予想が多かったと思うんですけども。で、さらにはですよ、さらにはまたね、子供の、チンブヨンが出てきてですね、このシーンで言うんですよね。당신덕분에복주하지않은완전한몸이되었고실력도거의회복했습니다몸의주인이아닌당신은곧떠나야합니다そうなんですよね。ジンブヨンキッズもね出てきてね、またとどめを刺すんですよね。당신덕분에복주하지않는완전한몸이되었고실력도거의회복했습니다と。ね。だから、もめ主意にあにん、당신은곧떠나야합니다。とどめを刺すので、なので、いい先生が言う通りだなと。ナクスは、まあ、離れるっていう表現がいいのか、去るがいなくなる。まあ、まあ、魂が抜けていくので、まあ、結局死ぬ、亡くなるっていうことが、正しい表現ですかね。だから、亡くなると。でも、それだとね、我々としてはね、
立ち直れないじゃないですか。ね、まあ、いろんなコメントをねいただくんですけど、立ち直れないですっていうコメントもねあったりするので、いや僕もそうだと思います。これまたね、これサードエンディングで終わった場合は相当この冠婚ロス続くのかなと思うので、せめてハッピーエンドにしてほしいなんですけど、どうしてもハッピーエンドになる要素、要はその伏線みたいなものが見つからなかったんですよ。だけど見つけましたよ、うん、ハッピーエンドになる伏線、これですね。そうなんですよね、カーゴンパート2がハッピーエンドで終わる可能性のあるシーンはこちらでしたね、まあ、皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、チンムにね、チンニョンのパンペを探してこいって言われてね、キドっていうところに入っていくじゃないですか、チンブヨンが。で入っていた時に見つけたのがこの右側にある、まあ、チェッシー、昔反乱を起こしてたチェッシの遺体に隠された氷石でしたね。なぜかね、これを見た瞬間チムヨンはね、取ろうとしてるんですよね、なぜか。ね、取ったらどうなったんだろうって思いながら僕は見てたんですけど、うん、でこれが、チムヨンを、戻してで、ナックスはナックスで残すっていう、ヒントになるのではっていう解説が多いですね。うん、僕もそう思います、うん。これが一番有力じゃないですか。うん、なぜならずっとこのイー先生の言葉が気になってたんですよ。あと、真面目なサウルの言葉も気になってましたね。うん、やってはいけませんと。うん、つまりはチャオングがやってはいけませんと、うん、それは観光術のようなものだからやってはいけませんでしょっていうことだったんですけど、こうやってね、別の氷石が出てくれば別にチャオングがやったわけじゃないですよね。でなれば、チンブヨンはチンブヨンとして、復活し、で、ナクスはナクス今のまんま残ると。で、今のナクスに恋を、二度したチャンオクとのハッピーエンドを予測してもいいんじゃないかなと思ってね、うん、マスト。だから僕はねこれを見て少し、楽になりました。もちろんね終わるのは寂しいですけど、でもサードエンディングで終わるよりはハッピーエンドで終わった方がいいですよね、うん、なので、皆さんもねこれを見て少しでも、まあ、こうなるかどうか分かりませんけど、少しでも心が楽になったらいいなと思って作ってみました。あと2日しかないんでね、これを期待して、ハッピーエンドを期待して待ってみたいと思います。ではまた。